チャールズ・コンラット・シュナイダーは、橋梁を専門とした土木技術者である。シュナイダーは、1843年に、ザクセンバイマル・アイゼナハ大公国のアポルダで生まれた。当時の名は、カール・コンラット・シュナイダーであった。シュナイダーがチーフとして建設した、ナイアガラカンチレバー橋。長時で、アメリカ合衆国に移住し、ナイアガラ側のナイアガラの滝付近を横断する、鉄道橋。 ナヤガラカンチレバー橋の設計のチーフとして活躍。この橋は1883年から使用され、列車の重量が増大して、掛け替えの必要に迫られた1925年まで使用された。また、1886年には自由の女神像の女神像部分のエンジニアとして活躍した。1905年、シュナイダーは、米国土木学会の代表に就任。 シュナイダーは1905年と1908年の二度に渡りノーマンメダルを受賞した。1907年、ケベック橋建設中の崩壊事故の調査チームの代表となった。このケベック橋は共に日本の鉄道橋梁の設計に当たったセオドア・クーパーが設計した橋梁であった。同年、シュナイダーはアメリカンブリッジのチーフエンジニアに就任。1910年頃、 フレデリック・クンツと共にフィラデルフィアに設計事務所を構えた。日本では鉄道創業時から技術面を担当してきたイギリス人の親とい外国人チャールズ・ポーナルが帰国した翌年の1897年により橋梁の設計を任された。当時、鉄道が全国的に発展していく途上であり、創業時の鉄道構造物の設計では、 荷重が小さすぎるなどの問題が生じており、橋梁の設計手法は、経験に基づくだけで理論を重視せず、構造力学的には劣るイギリス式から理論に基づいた設計で、外見は華奢な部分がありながら構造力学的には、まさるアメリカ式に移行しつつあった。この設計がシュナイダーとクーパーに任された時点をもって、日本の鉄道橋は、完全にアメリカ式に移行したと言えよう。 200フィートの第5流川橋梁。シュナイダーとクーパーは新たに日本の鉄道のために隠しトラス橋の標準設計を行った。これに基づき約250連のトラス橋がアメリカンブリッジなどで製造された。その種類は下記の通りである。例港第1号橋梁、港第2号橋梁例、8時期大川橋梁例台。 一ネオ川橋梁例一の戸川橋梁例第五、長良川橋梁例竜東段橋この標準設計でも採用された、ピントラスは、車材などの端部を円形にしたアイバーと呼ばれる形状に加工されており、その中心にピンを通すことで、可動性を持たせてあるが、後にアイバーの破損やピンの摩耗が生じ、国鉄はその対策に悩まされることになった。ありがとうございます。